よっしゃ、今日撮った写真編集するか。うわ、待って、めっちゃいい感じやん。これはもう編集したら絶対いい感じになるな。やっば、めっちゃいいのできてもうた。これ YouTube のサムネにしたら絶対再生数伸びるやん。一応スマホでも画像見てみるか。全然色味が違う。はい、皆さん、こんにちは、キスケです。冒頭のようなね、シーン、クリエイターの方だったら多く経験されたことあると思います。僕もですね、冒頭のような状況にめちゃくちゃ出くわしてきました。なんですけれども、その問題を解決してくれたのがこちらのモニターでございます。 BenQ さんから発売されている PD2725U という 4K モニターでございます。こちらを導入してからですね、冒頭のような困りごとが一気に解消しました。はい、ということで今回はこんなお品書きで紹介していきたいと思います。まずはモニターって色がめちゃくちゃ大切なんですよっていうお話。そして今回紹介するのは 4K モニターなんですけれども、 4K モニターの中でも大きさは27インチがおすすめだよっていうお話。そしてこちらの BenQ の PD2725U のスペックだったりおすすめの機能、そして僕が使ってよかったメリットとデメリットですね。で、最後におすすめのアクセサリーを紹介したいと思います。ということで、まずはモニターって色がめっちゃ大事なんですよっていうお話です。モニター選びで結構重視される点としては、画面の滑らかさを表すフレームレートだったり、あとは今回大切だよって言ってる色だったり、あとは目に優しいかとかね、いろんな評価項目があると思うんですけれども、その中でもですね、今回紹介するような作業用のモニターは飛び抜けて色が大切だと思ってます。ゲーム用だったらフレームレートが大切ですね。で、なんで解像度よりも色が大切かというと、モニターの解像度って 4K で編集していてもフル HD で編集していても書き出す形式に依存しますので、モニターがフル HD だろうが 4K で書き出すことっていうのは可能なんですよ。それに対して色味はモニターに大きく依存するので、モニターを自分の目で見て操作した結果が普段の YouTube 撮影だったり写真だったりウェブ制作にそのまま反映されるわけなんですよね。なのでモニターが狂っていたら、その時点でその色味は狂っていることになるんですよ。もうどうしようもないですよね。モニターを正確な色味に変える以外の方法がないので、解像度は書き出しでなんとかなるんですよ。やけど色味はモニターに一番依存するので、モニターを選ぶときは色味がめちゃくちゃ大切だと思ってます。で、今回紹介するモニターはめちゃくちゃ使いやすいんですけど、中でも色味にすごく優れてます。なので僕みたいに動画編集されてる方だったり、写真編集されてる方、ウェブ制作されてる方やデザイナーの方は、このモニターをね、ぜひ第一候補として選んでもらいたいなと思ってます。で、それは僕が実際に、70時間ぐらい使ってみたんですけど、自信を持っておすすめできるモニターになってます。こういう理由からですね、僕は色味に特化したモニターっていうのをめちゃくちゃ探してたんですよね。そんな時にですね、今回 BenQ さんからモニターレビューのご依頼をいただきまして、今回ね、こちらの商品をレビューすることができました。ということで、モニター選びは色が大切だよっていうお話をしたんですけれども、あともう一個ね、モニターを選ぶ時に注意してほしいことがあります。それは 4K モニターを購入する際は27インチがおすすめですよっていうお話をしたいと思います。4K とかね、2K とかフル HD っていうのは、モニターの、単純に言ったら綺麗さを表す解像度なんですよね。で、解像度っていうのは画面を構成する画素の密度なんですよ。箱の中にどれだけ粒が多く詰まってるかっていうのを想像してもらったら分かりやすいかなと思います。で、このフル HD とか 2K とか 4K っていうのは、フル HD が2倍になったら 2K、2K が2倍になったら 4K という風に、どんどん箱の中の粒がいっぱい集まっていくと解像度が上がっていきます。で、今回紹介する 4K っていうのは、3860×2140 という解像度になっています。これを聞くとですね、単純に、じゃあ 4K 買ったらいいんでしょっていう話になると思うんですけど、そうじゃないんですよ。これめっちゃ落とし穴で、もう一つモニターの解像度で気にしないといけない項目が DPI というものがあります。ドットパーインチなんですけど、1インチの中にどれだけ画素が詰まっているかというものを表す指標になってます。この DPI というものが画面の大きさと解像度によってどんどん変化していきます。例えば 4K の24インチのモニターは、画素数は 3860×2140 で DPI は183です。それに対して27インチで 4K のモニターは、同じ解像度の 3860×2140 で DPI は163になります。同じ粒の量だけど箱の大きさが違うので、 DPI という数字が変わってくるんですよ。で、例えば34インチ 4K のウルトラワイドモニターは、同じ解像度の 3860×2140 の時 DPI は129になります。こっから面白いんですけど、例えば24インチで
2K の解像度だと DPI はどれぐらいになると思いますか？解像度は 2560×1440 になって、 DPI は122になるんですよ。つまり34インチの 4K モニターのDPI は129で、24インチの 2K のモニターの DPI は122なんですよ。その差わずか6です。まあ、この6の大きさがどれぐらい違うかって、もうほとんどの人にはね、わからないと思います。つまり今24インチの 2K のモニターを使っている人が34インチの 4K のモニターをウキウキで買いに行っても、実際に家で使ってみたら、あれ今まで使ってたモニターとなんかそんなに違いわからんぞっていう現象になるんですよ。これが DPI の落とし穴です。なのでせっかく高い解像度のものを購入したのに、なんかピンとこないなっていう状況に陥ってしまう可能性があります。つまり DPI はどういうことかというと、同じ大きさのモニターを比較した時に解像度が高い方がいいのは言うまでもありません。同じ解像度でも画面が小さい方がいいんですよ。ここの部分を把握しておかないと、せっかく高い解像度のモニターを買ったけど、なんか今までと変わんないなみたいな状況に陥ってしまいがちです。まあ、それを踏まえた上で、なんで 4K の27インチを今回お勧めするかっていうと、 4K の27インチが僕的には一番コスパがいいと思ってます。24インチの 4K だと画面が小さすぎる可能性があって、 4K の映像を映し出した時でもなんか別にそんな綺麗に感じないみたいな状況になりがちだと思うんですよ。やっぱり大きいモニターで 4K を見るから価値があると思います。27インチぐらいの 4K だったらすごく綺麗に見えるんですよね。ということで、まあ、4K モニターを買うときは大きすぎず小さすぎず27インチのものをお勧めしますよという話でございます。ということで、まあ、これらを踏まえてですよ、この BenQ のモニターがめちゃくちゃいいよっていう話をしていきたいと思います。まずこの BenQ のモニター、どういう人におすすめなのかっていう話なんですけど、僕みたいに映像制作とか、あと写真を編集されてる方、ウェブ制作だったりデザイナーの方、そういったクリエイターの方にすごくおすすめなものとなってます。さらにですね、後でも紹介するんですけど、 Mac ユーザーの方にもすごくおすすめできる商品となってます。で、最後にですね、まあ、僕みたいに Mac と Windows 両方使ってる方ですね、そういう方にもおすすめのモニターとなっております。はい、ということでこちらが BenQ の PD2725U でございます。まずデザインからお話ししていきたいんですけれども、デザインは4辺フレームレスになってまして、すごくねスタイリッシュです。これ今見えてるかわからないんですけど、ベゼルの厚さも 8.2mm ぐらいしかありません。でさらにモニターでよくありがちな前面にロゴを押し出してくるようなスタイル、ああいうのってねザ・メーカーのモニターっていう感じがして苦手意識がある方多いと思うんですけど、この BenQ のモニターはこの BenQ っていうロゴがどこにもないんですよ、正面には。なのでね、すごくスタイリッシュになっているところがポイントです。でさらに右下にライトがありまして、このライトのね発色もすごく良くて、今電源がついているのかスリープモードになっているのかっていうのがすごくわかりやすくなっています。電源がついている時は白色、スリープモードの時はオレンジ色に光ります。でこちらのモニターのポートに関してなんですけれども、 USB のタイプ A ポートが2つ、 USB のポートとコントローラー用のポート、さらに HDMI が2発とディスプレイポートが1発、最後に 65W 出力できるサンダーボルト3のポートと普通のサンダーボルト3のポートがあります。ポート類はかなり充実してますので、僕の使い方としてはディスプレイポートに Windows をつなげて、サンダーボルト3に MacBook をつなげる、そして HDMI ポートにスイッチを接続しています。一つ注意してもらいたいのが厚さですね。 4K モニターで正確な色味を出せるモニターになっていますので、厚さがね結構あるモニターになっています。で厚みはねどれぐらいあるかっていうと、一番厚いところでだいたい6センチぐらいあります。まあ、なのでねここはちょっと注意するべきかなと思います。でこちらの BenQ のモニターなんですけど、まあ、一言で言うと超優等生です。日本国立モニター大学作業モニター学部 4K 学科があったら首席で卒業できるようなモニターになってます。スペック映すとこんな感じですね。 IPS パネル、60Hz、4K、正確な色味、多彩な機能、ノングレア、工場出荷時に色の確認、様々な認証も取っている、スピーカーがついているというところで、まあ誰がどう見てもあこれいいモニターだよねってわかるモニターになってます。まあ、IPS パネルとかね知らない方も多いと思いますのでちょっと説明するんですけど、 IPS パネルっていうのはモニターは見る角度によって色とかね輝度が、まあ、変わりやすいものがあるんですけど、 IPS パネルだったら見る角度によってモニターの色味が全然違うみたいなことが少ない、まあ、視野角が広いモニターになってます。そしてフレームレートは 60Hz ですね。まあ、FPS とかのゲームとかには向いていないんですけれども、まあ、動画編集だったら24とか30とか60ぐらいが一番多く使われるところだと思いますので、動画編集でも十分使用できます。でさらに解像度はさっきも言った通り 4K ですごく綺麗な
画面になってます。でさらにまあ正確な色味なんですけど、まあ、この色の話は後で深くお伝えできればいいなと思います。であとは多彩な機能ですね、こちらに関しても後で紹介します。でさらにノングレアといって、こんな感じで光を当てても反射しにくいものになってます。たまにねモニターに光当ててしまうとビッカーンってね反射するようなものがあるんですけど、今回のモニターみたいにノングレアタイプだったら、まあ、変なね光の入り方をしててもしっかりとねモニターの画面を見ることができます。でさらにですね、購入した時にこんな感じの紙がついてくるんですけど、これ何かっていうと、色味がねこのモニターはちゃんと正確ですよっていう証明書になってます。まあ、卒業証明書みたいな感じです。まあ、これがあることによってこのモニターの品質がちゃんと担保されてるよっていうことになります。まあ、このモニターに入ってくる内容物の話なんですけれども、めちゃくちゃねしっかりした形のスタンドと、あとはモニターの後ろに取り付けるケーブルカバーで、こんな感じの説明書だったり、あとはカラーキャリブレーションの証明書、そして電源とディスプレイケーブル、普通の DP からミニ DP に変わりますのでここは注意してください。 USB と HDMI、 サンダーボルト3のケーブルと、で今回スタンドが標準で付属で付いているというお話をしたんですけれども、もう僕はですねもうこの部屋でガチ運用を早くしたくて、もう早速ねモニターアームを取り付けてしまいました。もちろんですねベサ規格にも対応しておりますので、こんな感じでモニターアームも取り付けることができます。このモニターの取り付け方法はこだわりましたので、ぜひねチャンネル登録して続編の動画をお待ちください。デスクツアーとかでね紹介したいと思います。そして内容物に関してはもう一つ言い忘れてたんですけれども、こんな感じのねコントローラーがついてきます。この使い方に関しても後で紹介します。ということで今回の生徒はすごく優秀なんだなということが、まあ、保護者のね皆さんに分かっていただけたかなと思います。ということで一番大事な色に関してちょっとお話ししていきたいと思います。今回のモニターは sRGB REC709 は 100%、 そして DCI P3 とディスプレイ P3 に関しては 95% カバーしています。はい、これだけ聞くと全く分かんないですよね。はい、ということでこの図があります。はい、この図はですね色空間というものを表していまして、端っこに行けば行くほど表現が難しい色になっています。でこの色空間の中でどこまで再現できるかっていうのが sRGB とか REC709 とかっていうものになるんですよね。 sRGB とか REC709 に関しては表現できる量っていうのは、まあ、大体こんな感じになってます。この三角形で表せるところ、まあ、これがまあ大体 sRGB とか REC709 で表現できる範囲になってます。これを飛び越えた色を表現しようとしてしまうと、三角形の中の一番端の色が出てきてしまいます。それに対して DCI P3 とかディスプレイ P3 っていうのは、さっきの sRGB とか REC709 よりも三角形の形が大きくなっています。これによって REC709 では再現できなかった色味がディスプレイ P3 なら表現できるみたいなことになるわけでございます。でその中でも今回のモニターは sRGB と REC709 だったら100点を出すことができます。 DCI P3 とかディスプレイ P3 に関しては95点を出すことができますっていうのが色空間になっています。で僕たちが普段使っている iPhone はディスプレイ P3 という色空間になってます。なので REC709 とか sRGB よりも広い色を表現することができます。つまりですね sRGB とか REC709 までしか色表現ができないモニターで編集してしまうと、 iPhone で見た時にあれなんか色味が違うなっていう現象になってしまうわけでございます。いやー謎が解けましたね。まあ、そういうことだったのかってなりますよね。でさっきも言った通り今回紹介するモニターであればディスプレイ P3 は 95% までカバーしてくれていますので、まあ、iPhone に画像を転送したりしたとしても、まあ、ほとんど同じ色味で見ることが可能になっています。もうこれはね初めて使った時本当に感動しました。今まで色に関してモニターでめちゃくちゃ苦戦してたので、このモニターを使った瞬間ね一発でパーンと理想のね写真編集をすることができて本当に気持ちよかったですね。ということで、まあ、多彩な色表現が可能になっているということでございます。まあ、これだけでも正直もうお腹いっぱいなんですけど、さらにですねめちゃくちゃ魅力的な機能がありますので紹介していきます。まず Mac ユーザーの人ですね。 Mac ユーザーの人はこのモニターをフルに発揮することができます。はい、今モニターの裏から生えてきたこのケーブル、何かというとサンダーボルト3のケーブルでございます。このケーブルはモニターの裏のサンダーボルト3のポートに刺さっています。でこれをですね MacBook に刺すとどうなるかというと、同じ壁紙にしてるのでちょっとややこしいんですけど、今 MacBook の画面がこのモニターに映し出されています。さらに今この MacBook 自体は 65W の出力で充電されています。なのでケーブル1本で映像と音声の出力と MacBook 自体の充電が可能になっています。でさらにこれは閉じた時でも、はい、こんな感じでクラムシェルモードで使用することができます。ケーブル1本しか刺さってないけど充電とクラムシェルモードが可能になるわけでございます。いやもうこれは本当に素晴らしいよね。拍手。
素晴らしい。ということで、めちゃくちゃスタイリッシュに使うことが可能でございます。さらにですね、 Mac ユーザーまだ優遇されてまして、はい、こちらのですねカラーモードに MBook というものがあります。この MBook を選択すると MacBook の色味とほぼ同じ色味を表現することができます。この M モードがあるのがこのモニターめっちゃ強いんですよね。はい、お次ですね、多彩な機能を紹介していきたいと思います。このモニターですね、めちゃくちゃいろんなことができるんですよ。まず一つ目が PBP と PIP でございます。 PBP っていうのはこんな感じで2画面を表示させることができます。左側は MacBook、 そして右側は Windows の画面が今表示されています。でさらにピクチャーインピクチャーになるとどうなるかっていうと、はい、こんな感じで MacBook のディスプレイがメインで、右端に Windows のウィンドウが表示されてます。でこれもちろん位置も調節することができますので、右上にしようとか左上にしようとかね、こんな感じですぐに切り替えることができます。これもねめちゃくちゃ早く操作できますね。でさらにピクチャーインピクチャーのサイズも変えることができまして、これが一番大きい状態で、これが中、そして小もできます。まあ、なので MacBook で配信画面を開きながら Windows でゲームするとか、あとはカメラとか持ってる方だったらピクチャーインピクチャーで小さく自分が映ってる画面を表示させて、メインのディスプレイは OBS で見るとかっていうことが可能になっています。まあ、これはねニッチな機能なんですけれども、すごくあると便利です。あと便利なのはカラー比較といって、はい、今左側と右側で若干色味が違います。 MBook で普段カラー編集してるんだけど、ディスプレイ P3 の人がどういう風に見えるか知りたいってなったら、半分で分割してディスプレイ P3 の人はこういう見え方がしてるんだなっていうことを把握することができます。これデザインとかやってる方には非常に重要な機能だと思いますので、これもねめちゃくちゃ便利です。でお次、ここに隠れているコントローラーですね。このコントローラーがついてくるっていうのもこのモニターをね購入する一つの理由なんですよね。このコントローラーどういう風になっているかというと、ボタンが戻るボタンと切り替えボタン、そして 1,2,3 というボタンがあります。これらを使って何ができるかっていうと、まあ、このモニター画面で見えるんですけど、カスタムキーを割り当てることができます。例えばコントローラー 1,2,3 のボタンに入力を割り当ててるとき、これは1のボタンを押したらサンダーボルト3に接続する、つまり MacBook の映像が出力される。そして2番を押すとディスプレイポートの映像が出力される、つまり Windows の画面が表示される。そして HDMI2 に表示する、そうするとスイッチの画面が表示される、みたいな感じでこのコントローラーで 1,2,3 番を押すだけで画面の入力を切り替えることができます。さらにコントローラーの右上にあるものはローテーションキーになってまして、これを押すことで様々なモードを切り替えることができます。さっきの入力ももちろん可能ですし、デュアルビューだったり CPU の切り替え、カラーモードも切り替えることができます。で僕はこれはカラーモードに割り当ててます。この右上のボタンを押すだけで、まあ、ディスプレイ P3 とか sRGB とか DCI-P3 とかを切り替えることができます。このボタン一つでカラーモードを切り替えれるっていうのはめちゃくちゃ便利です。でさらに一番大事なこの真ん中のダイヤルですね、輝度、コントラスト、音量調節をこのダイヤルで行うことができます。僕は HDMI でスイッチに接続してまして、そのスイッチでスプラトゥーンとかをたまにやるんですよね。このモニターでね音量調節してますので、このダイヤルをいじっただけでスプラトゥーンの音量を変えることができます。ということで、まあ、この音量調節もできますし、まあ、輝度の調節なんかもできるということで、このねダイヤルっていうのはめちゃくちゃ便利です。ということで、このコントローラーあるかないかですごくねモニターの操作性っていうのが変わってきます。このコントローラーはね最初は触るまでは、まあ、なくてもいいんじゃないって思ってたんですけれども、使ってみたらねめちゃくちゃ便利でした。これはねもうあった方がいいと思います。はい、ということでね、このモニターについて熱く語ってきたんですけれども、まあ、本当に僕も大好きなんですよね、このモニターが。なので、まあ、最終的にね使った感想みたいなところもお話ししていきたいと思います。良かったところも悪かったところもあります。まず良かったところですね、一言で言うと最高です。写真編集だったりカラーグレーディングに今まですごく苦戦していました。その理由っていうのが、モニターで頑張って自分の好みの色に調節してもいざ iPhone で見たら全然色味が違うっていう状況になっていたからですね。でこのモニターを使うとそのままの色味で出てくるので、すごくねカラーグレーディングが楽しくなりました。今まで恥ずかしいことに写真の色編集っていうのは動画編集ソフトのねダビンチリゾルブを使ってやってたんですけど、このモニターが来てから写真編集に本格的に力を入れ始めまして、今ではライトルームを使ってしっかりとねカラーグレーディングを行えるようになりました。まあ、そのカラーグレーディングのうまさに関してはもっと上達する必要があるかなと思うんですけれども、まあ、こんな感じのね写真を編集できるようになりましたので、このモニターがあってね本当に良かったなと思ってます。このね自分の理想のカラーがパチッと表現できた時のねその感動
動っていうのをぜひ皆さんに味わっていただきたいなと思います。もちろん MacBook でもカラーグレーディングとかはできると思うんですけど、やっぱりこの27インチの大画面でやるからこそ細部まで見ることができてすごくやりやすいんですよね。まあ、なのでね、このモニターはもう本当にあってよかったなと思います。あとはですね、入力の切り替えがすごくスムーズっていうところですね。もう僕は Windows も使ってるし Mac も使ってるし、ゲームは Switch もやるしということで、まあ、いろんな入力が必要になってくるんですけれども、それをコントローラーですぐ変えれるっていうところと、その切り替えがとにかく早いっていうところがもうすごく魅力的だなと感じております。これからですね、ちょっと引っ越しとか予定してるんですけど、引っ越ししてもですね、このモニターは持っていきたいなと思ってます。もうそれぐらいですね、本当に一群のモニターになりましたので、これからもね愛用していきたいと思います。そして、まあ、デメリットもありますので、デメリットについてもお話ししていきたいと思います。デメリットは主に2つあります。1つ目は画面の下側が若干黄色く見えるんですよね。まあ、これ画面の下だけなので普通に画面見てると問題ないと思うんですけれども、まあ、下側がね若干黄色く映ってる気がするので、まあ、ここはねちょっと注意してください。そして2つ目はモニター自体に厚みがあるということですね。まあ、厚みがあるので、まあ、こういう今モニターライトとか取り付けてるんですけど、取り付けれないモニターライトが多いと思いますので、ここはね注意してください。でこのモニターライト続きでちょっとお話ししていきたいんですけど、今使ってるのが同じく BenQ さんのスクリーンバーハローというものを使っております。このモニターライトに関しては個別でレビュー動画上がってますので、詳しくはそっちを見ていただきたいんですけど、まあ、これもですね7ヶ月ぐらいずっと使ってまして、もう本当に一群のスクリーンバーになっています。何がいいかっていうと、画面に光を反射せずに手元を明るくすることができます。これによって、まあ、キーボードとかが打ちやすくなりますし、あとはスポットライト的な感じにも見えるので、すごくねデスク周りがおしゃれに見えます。でさらにこういう付属のワイヤレスリモコンがついてきますので、これを使って光量の調節はもちろんのこと、色温度もこんな感じですぐに調節することができます。さらにですね、気づいた方多いと思うんですけど、後ろ側にもですね光があります。これがあることによってモニターの後ろにもですねちょっと奥行き感が出て、すごくですねこの空間がおしゃれに見えます。でさらにこのスクリーンバーハローのいいところは、この6センチある分厚いモニターでもしっかりとモニターライトを設置することができるんですよ。これめちゃくちゃ今安定してます。モニターライト動かしたらモニターごと動いてしまうぐらい安定してますので、しっかりとね純正品として使用することができます。過去のスクリーンバーハロー以外の商品はこのモニターライトが対応してないみたいですので、このモニターに合わせてスクリーンバー購入しようと検討されている方はぜひねスクリーンバーハローを購入してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は BenQ さんから発売されているクリエイター用の 4K モニターの PD2725U をレビューしていきました。今回紹介した商品については全て概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。写真に関しては Twitter や Instagram でもよく載せておりますので、ぜひねフォローしてみてください。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。